こんにちは、籠信明です。今回は10月10日に行われた関西学生リーグの後期第7節、4位につける琵琶湖成蹊スポーツ大学と11位の江南大学との対戦を取材してきました。順位の差はありましたが、意外にもといっては江南大学に失礼ですかね。その差を感じさせないような前半になりました。どちらも大きなチャンスを迎えられず、拮抗した状況のまま0対0でハーフタイムに入りました。後半は琵琶湖成蹊スポーツ大学が攻勢をかけます。特に左サイドで出場した泉斗也選手、先日ヴィッセル神戸への加入内定というか復帰内定というか、泉斗也選手から多くのチャンスを作り出した展開となりましたが、しかしゴールを奪ったのは耐える展開となっていた江南大学でした。バックパスのミスを奪った芦選手がゴールを決めて、後半42分に先制点を叩き出しました。そしてそのリードを守りきった江南大学が貴重な勝利を奪いました。江南大学監督、柳川監督です。まずは勝利おめでとうございます。はい、ありがとうございます。1対0の勝利、感想をまずお願いします。今日のゲーム、ちょっとゲームプランも今日の試合から少し変更して、より確実に勝ち点積み上げていくっていう、プランに変更して、一応そのプラン通りには本当いったかなと。ただ、特に後半なんかは押し込まれる時間帯が長く続いて、予想以上に押し込まれたなと、自分たちのやりたいことができなかったなっていうゲームだったんで、選手たちはしんどかったと思うし、楽しくはなかったんじゃないかなとは思いますけど、結果的に勝ち点3取れたことは非常に良かったなというふうに思います。その中で交代で入った足選手のゴールを決めて、どういう指示を出して送り出したんでしょうか。守備のことが非常に優先順位高く話をして、やっぱりちょっと押し込まれてたんで、そのプレスのかけ方とか立ち位置のところは、言いました。あとは本人が、点を取りそうな空気感もありましたし、今まで4得点リーグで決めてるんで、うちで一番取ってる選手なんで、その得点っていうのは期待して送り込みました。江南の試合そんなに見たわけじゃないんですけれども、志の高いサッカーされてるなって僕は思ってたんですけども、就任されてからどういうことにこう手をつけて取り組んできたんですか。そうですね、非常に理想は高くやってて、それを追い求めてきて、それが昨年、花開いたじゃないですけど、いい形で結果に反映されて、どういうサッカーというところでいうと、ラインを高く、ハイラインハイプレスでボール持っているときは、動的に動きながら、ポジショナルなプレーをしたいというのが、コンセプトにある中で、それをどれだけ実践できるかというところで、今年はトライしてくれてたんですけど、やっぱり結果に結びつけなかったんで、ちょっと今回は、変更したという感じです。最後にじゃあ応援してくれている方にメッセージをお願いします。はい、今日の試合は試合内容的には見てる方に対して、喜んでもらえるゲームはちょっとできなかったなっていう部分はあるんですけど、この苦しい状況からしっかり勝ち点積み上げて、そして残留まで持っていくっていう、選手たちも非常にプレッシャーかかっている中で、頑張ってくれているので、その一生懸命さっていうのを見てもらいたいなというふうに思います。ありがとうございました。江南大学、柳川監督でした。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。江南大学で決勝点取りました芦選手です。はい、まずはゴールの感想をお願いします。ゴールは素直に嬉しかったです。決めて苦しい試合だったんで、最後の最後に決めれたことがチームのためにもなったなと思いました。交代の時はどのような声をかけられて送られたんですか。交代の時は特に何も言われてなかったです。そうなんですか。はい、その中ででも本当に重要なゴールを決めましたね。前半試合外から見ていて、どういうふうに思ってますか。自分が入ったら、前でボールが収まってなかったので、そこでためを作れたらいいなと思って試合に入りました。ありがとう。最後にじゃあメッセージ、応援してくださっている方にメッセージをお願いしてもいいですか。はい、江南大学はいろんな人に支えられて部員がプレーできているので、そこに本当に感謝して、自分たちは精一杯プレーで恩返しできたらなと思っています。ありがとうございました。ありがとうございます。
では江南大学無失点での勝利に貢献しました相馬選手にお越しいただきました。お久しぶりです。お久しぶりですまずは勝利の感想をお聞かせください。今日は結構厳しい戦いが続いて、自分たちのサッカーはあまりできなかったんです。後半とかそれでも、全員で守り切って1点取れたことがでかかったのでいい勝利だったと思います。もう本当に無失点でこの試合を、結構ピンチもありながらの無失点、どういうことに気をつけて守備をしてましたか。後ろは絶対ゼロでいったら前がいつも1点取って勝てるので、それだけ後ろはもう絶対ゼロでやらさないってことを意識して、キーパーの板敷も結構止めてくれて助かりました。はい、キーパー本当に当たってましたね。そうですね。良かったですね。江南大学に来てから半年以上経ちましたけれども、江南大学の柳川監督のサッカーやってみていかがでしたか。柳川さんのサッカー本当に勝利にこだわって結構、僕のサッカーとも合っててとても楽しくて充実しています。じゃあ最後に応援してくださる方にメッセージをお願いします。今日の勝利は高学県にいる僕たちからしてはとてもでかかったと思うので、これからも勝利をどんどん求めて戦っていこうと思うので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。トーマ選手でした。お疲れ様でした。